はい、北野です。今回はですね、インスタグラム集客伸びるタイトルと伸びないタイトル決定的な違いについてお話をしていきます。インスタグラムでこれから集客をしていきたいとか、画像に文字を入れてね、発信をしてよりフォロワーを多く集めていきたいという方多いと思うんですけども、これからはどのようなタイトルをね、いかにつけていくのかというそのタイトル選定によってですね、伸びるアカウント伸びないアカウントでですね、すごい二極化してしまうと、それぐらいこの、タイトル選定というのはインスタ集客をしていくときではフォロワーアップに、ね、めちゃめちゃ重要なので、ぜひね今日最後まで見てください。そして今日話す内容、100アカウント以上自社運用で判明したデータに基づいてねお話をさせていただきますので、そちらもねぜひ、楽しみにしていっていただければと思うんですけども、はい、早速タイトルに文字を入れようって話ですね。まあ実際インスタグラムっていうのはどういう感じかっていうとですね、まあこういった背景の画像ですね、まあ僕は結構沖縄に行くんですけども、その時のね画像にこういうタイトル入れたりとかね、まあフリーランスが成功するための鍵は SNS 活用ですよ、フリーランスが人生を変えるための方法脱サラをした結果とかですね、まあこういった、まあ、タイトルとか、いわゆるもう写真にもうがっつり文字を入れていくって感じですね。これとかあとフリーランスを目指すために絶対必要な思考法とかですね、まあこういうタイトルっていうのがですね、ただ、バイオを狙った写真だけよりはまあ効果的、特に初心者の方ほど画像にタイトルを入れた方がいいということになります。まあイメージこういう感じですよね。でなぜですよ、そもそも文字を入れた方がいいのかっていう理由なんですけども、インスタグラム上ではですね、当たり前ですけども差別化というのが非常に重要になります。でインスタグラムでもですね、みんな似たり寄ったりの投稿の中で自分だけやっぱ目立たなきゃいけない。例えばクラスが全員ね、金髪の男なんだったら自分はちゃんと黒髪にしないとやっぱ目立てないっていう話で、今の時代っていうのは例えば映えだけでは差別化できない時代になってきてるわけなんですよね。はい、ということで、とはいえですね、まあ文字入れするにしても最近文字入れる人も増えてきたやんかと思われてもいると思うんですよ。で確かにそれはそうなんだけども、実際ですね、自分自身の独自の専門性のあるお役立ち情報でしっかりと差別化していけば、そこに関しては大丈夫です。まあもちろんこのインスタ映えしないやり方っていうのは2年前にうちがね結構発祥で広めさせていただいてね、まあありがたいことにインスタ映えしないインスタっていう言葉はね結構広まりましたけども、実際にまだ全然画像に文字を入れてるやり方は有効でして、自分自身が例えばダイエットだったらダイエットとか、子育てだったら子育て、集客だったら集客、ビジネス投資とかですね、自分の専門の分野、売りたい商品、そのコンセプトに基づいた発信っていうのを、質の高いコンテンツを発信していけばですね、むしろお客様から見込みのお客様だけを集めることが、まあ、できるということになりますよね。で逆に写真だけの投稿、例えばハワイ行ってきましたっていう写真をアップしただけだと、別に自分の見込みのお客様じゃない人もですね、反応してくれる。で実際ハワイの写真に興味ある人っていうのは、あなたがもしかしたら動画コンサルタントをしていたとしてもですね、ハワイに興味がある人が反応してくれるわけなんですよね。だから見込み客とのね、ミスマッチが起こってしまいやすいということになりますので、そういう観点からも見込みのお客様にちゃんとターゲットリーチするためにも画像にタイトルをバシッと入れてあげるというのはすごい重要です。でこのポイントもいろいろあるんですけども、まずですね、文字入れってそもそも何すんのということで、おすすめのアプリがあります。画像にタイトル入れるアプリとしては、まあ YouTube のサムネイルとかでもね、これ使えるんですが、まあ1個目がフォント写真文字入れというアプリですね。で2つ目っていうのが、まあ、キャンバっていう、まあ、アプリなんですけど、まあ、パソコンでね、CANVE と A というですね、 CANVA という風に検索していただければ分かるかなと思います。まあ、あとはこのフォントですね。まあ、最初は基本的にフォント文字入れでね Google 検索していただくといいかなと思うんですけど、この2つのアプリね、まあ、どっちか使いやすい方を使っていただくのがいいかなと思います。はい、で最後にですね、この背景画像なんですけども、これ正方形がおすすめですね。インスタグラムっていうのは投稿するにも基本的に正方形です。なので背景画像写真は正方形にトリミングしてから使うようにしましょう。はい、で発行問題なんですけど、タイトルで意識すべき3つのポイントっていうのはこちらになります。まず1個目、主語が明確、2つ目メリットが明確、3つ目キーワード明確です。でこの中で3つ入ってたら完璧なんですけども、さすがにそうはいかないまでも1と2もしくは2と3がマストで入れてるようにしてください。まあ主語が明確でかつメリットが明確、メリットっていうのはこの投稿を見ることでどういう恩恵を受けられるのかってことですよね。この投稿を見ることで例えば3ヶ月で10キロ痩せる方法がわかるとか、そういったやつですよ。でキーワードが明確、まあ2と3どういうことかっていうと、まあ例えばサラリーマンが副業で、月30万稼ぐ方法っていうタイトルをつけたりします。これは副業したい属性の人にとってはサラリーマンがあって主語も明確だし、月30万稼げるってメリットも明確だし、さらに副業ってキーワードも入ってますよね。こういうのは OK なんですよ。で万が一サラリーマンがあって主語が入ってなかったとしても、副業で30万稼ぐ方法っていうのでもまあまあ OK ですということですね。そういうのもターゲットリーチできますので、副業にさ興味ある人っていうのは反応してもらえるっていう話になりますね。でこれが例えばなんていうのかな、ただ30万円稼ぐ方法だけだとやっぱちょっと弱いですね。それってやっぱ弱いということになりますね。必ず主語とメリット、もしくはメリットとキーワードはどっちか必ずセットでタイトルに入れるようにしてくださいということになります。はい、ということで、まずね、悪いタイトルの事例っていうのはそもそも、ね、皆さんイメージできないと思うんで、ここまでちょっと話していこうと思うんですけども、よくいるんですよ。インスタグラムで情報発信をしているビジネス系の人とかで、このタイトルはちょっと言い方選ばずに言うと下手だなと思う場合、どういうことかっていうと、主語が不明、何の話かわからない、投稿画像クリックするメリットが不明ということになってしまいますね。インスタグラムでできるだけインプレッションを稼ぐというのはすごい重要なんですよ。アクセスを集めるために重要なのが魅力的なタイトルです。この魅力的なタイトルっていうので、本当にインスタグラムっていうのは伸びが全然違います。A さんは100投稿して、フォロワーが、5000フォロワー突破した。だけど B さんも、100
投稿したのに全然フォロワーがねもう1000人まだ超えませんみたいな、こういう差が起こってしまうのは何かっていうと、やっぱりタイトルによるところが結構大きかったりするんですよね。で逆にですね、このインスタグラムからなかなかリストに繋がらないとか、メルマガとか LINE 誘導に繋がらないっていう場合も、実はこのタイトルを変えるだけですごい改善できたりしますので、ここは非常に重要です。じゃあタイトル悪いってどんな場合か実際見てみましょうと、はい、いうことで、まあこれ一例です。まあこれよく見るやつを僕がちょっとアレンジしてるんですけど、だいたいこういうタイトルあるわけですね。美味しいコーヒーみたいな、よくスターバックスのカフェに行ってきました、その写真撮って、カフェラテナウとかですね、美味しいコーヒーっていうタイトルをね入れる人いるんですけど、この投稿を見て僕思うんですよ。この投稿を見た時にこれクリックしたいと思うかって話なんですよね。美味しいコーヒー、うん、それでっていう話なわけですよ。だからそういうコーヒーの投稿載せたいんだったら、もうストーリーで載せてくださいってことですね。そういうのはもうストーリーで今カフェラテ飲んでますとか、そういうのはいいんですよ。ストーリーってのはあくまで日常の裏側を見せていく場面なんでね。ただ投稿ってのは基本的にお役立ち情報とか、お客さん有益になる、できるだけ多くクリックさせたわけですよ。ってなった時に、美味しいコーヒーなんてタイトルつけてる場合じゃないよっていう話になるわけですね。こういうのもストーリーアップしてくださいってことですね。またなんかワクワクすることが大事ですみたいなねことなんですよ。でこれは結局主体が不明ですよね。ワクワクすることが大事です。うん、それでっていう話になっちゃうわけですよ。だからこの投稿があった時に、あ、ワクワクすること大事なんだ、ちょっと知りたいなってクリックしないじゃないですか。それがね、例えばあれですよ、例えば、起業家が成功するためにはワクワクすることが大事、その理由はとかっていうタイトルだったら確かに見たいなと思いますよ。だけど主語も不明で、この投稿を見るためのメリットも不明なわけですよね。例えばメリットで言うと、3ヶ月でマイナス10キロ痩せる方法とか3ステップとか、そういうタイトルだったら見られるけども、そうじゃないわけですよね。こういうタイトルは絶対つけないようにしましょうねってことですね。はい。で次、タイトルが良くてもね、文字が小さいのはやっぱ NG なわけですよ。でイメージとしてね、これは文字のデカさの話をしてるんだけども、同じタイトルでフリーランスが案件を獲得する3つの方法、まあこれ今フリーランスとして活躍してる人、活動してる人は興味あると思うんですね。だけどこっちはですね、文字めちゃめちゃちっちゃいですよね。めちゃめちゃちっちゃい。一応文字入ってるけど。で、かたやこっちはちゃんと見やすいわけですよ。どっちがいいかって言ったら、こうして比べるとね、まあこっちの方がいいわけですよね。で、大体この文字ってのは、もう画像の5割占めぐらい、まあ5割ぐらい、半分、約半分ぐらいですね、占めても全然 OK ですので、まあ大体5割から7割占めぐらいの、ちょっとバカでかいなぐらいが、まあちょうどいいと思っておいてください。インスタグラムって実際に全体で見たときに、文字がちっちゃくなっちゃうんですよね。マス目上で見たときの9マス見たとき。でも、それだとやっぱり文字が読めなくなっちゃうので、本当に自分感覚でやるとね、これぐらい文字がちっちゃくても読めないみたいになっちゃうんで、ある程度バカでかく書くというのをまあ意識してね、5割締めで意識してください。はい。で逆にいいタイトルのイメージでお見せすると、まあいいタイトル、またこれは僕自身のねタイトルで恐縮なんだけども、まあフリーランス成功の鍵 SNS 活用とかね、まあ、これちゃんと主体も入ってるし、成功する鍵が分かるよ、この投稿を見ることで SNS 活用して成功する方が手に入るよってメリットも入ってるし、ちゃんとキーワードも入ってる、 SNS 収穫とかね入ってますと。あとはまあ収入が20倍になる考え方っていうのね、収入が主語入ってますとね、20倍になる、収入が20倍になるメリットも入ってますよね。だからまあ OK ということです。まあこういう風なタイトルをつけていくっていうのが、まあめちゃめちゃ重要ということですね。あとフリーランスを目指すために絶対必要な思考法、まあこれフリーランスになりたいよって人がしたら、そのために必要な絶対的な思考法がこの投稿をクリックすることで手に入るんだ、じゃあ見てみたいなと思ってクリックしてくるわけですね。であったりとか、僕のねフォロワーの人とかは結構旅と仕事っていうのに憧れを持たれている方すごい多いので、まあ結構僕も年間35箇所以上旅したりするんだけども、こういうタイトルをあえてつけたりとかね、まあそういう形で戦略的にインスタグラムのタイトルってのちゃん作った方がいい。まあうちのね、学科とかではですね、インスタグラム1ヶ月間の、投稿テイトルテンプレート77選っていうね、資料とかもね生産にはお渡しさせていただいたりしてるんだけども、基本的には戦略的にタイトルを作るっていうのが、まあ、めちゃめちゃ重要になってくるということになりますね。はい。復習ですけども、タイトル意識すべきポイントっていうのは、まあ、主語とメリットとキーワード、これをちゃんと明確せよということで意識してみてください。はい。ということで今日の動画ね、少しでも勉強になった方は高評価ボタン、チャンネル登録、そして、ね、下の概要欄からぜひ LINE でお友達になっていただけますと、さらに有益な情報であったりとかですね、年収800万の独立フリーランスになるための大人の企業動画マニュアルプレゼントしてますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは今回の動画以上になります。最後ご視聴いただきありがとうございました。